11月19日と20日の2日間、小牧市市民会館と公民館を会場に、いきいき小牧が開催されました。いきいき小牧とは、農業祭、生活展、環境フェア、消防フェアを一堂に開催する小牧市のイベントです。サブタイトルにですね、食、緑、暮らし、安心安全ということを掲げさせていただいて、みんなで学ぼうということで、サブタイトルを掲げさせていただいているところでございます。言うまでもありませんけれども、食の安心安全、そして地産地消、我々の地域で採れたものをみんなで消費をしよう。初日となった19日は雨のため消防フェアが中止となりましたが、およそ8000人が来場しました。もともと農業祭、生活展、環境フェア、消防フェアは別々に開催されていました。数年前から一つの会場で行うことにより、集客力のアップを図っています。今年の農業祭では、小牧市で収穫された野菜や果物の直売を実施。地元で収穫された新鮮な農産物を手に入れようと、多くの人が詰めかけていました。また、農産物総合品評会も開催されました。生産者が丹精込めて作った農産物の出来栄えに、訪れた人たちは感心した様子で会場を回っていました。19日には即売会、20日には表彰式が行われた農産物総合品評会。主な特別賞の受賞者はご覧の通りです。こちらは、朝食をしっかり食べようと題した小牧市食育推進チームのコーナーです。地元の大学生が参加し、朝食の大切さや役割を訪れた人たちに説明。朝食に関するクイズやゲームには、子どもから大人まで幅広い世代の人たちが挑戦していました。生活展では、小牧市女性の会や小牧消費生活研究会などがパネルを展示。クイズラリー形式で暮らしに役立つ情報が紹介されています。訪れた人たちは、生活に直結する展示や野菜の計量クイズなどを楽しんでいました。今ね、外回りしてきて野菜とか買ったりしてきました。こういった一日でいろいろな防災ですとか、はい、地元の野菜とか見ることができる、こういったイベントがあるのはどう思われますか？いいことだと思います。いいですね、はい。まあ、いつもね、毎年ね、家は近いもんでね、いつも来ています、はい。やっぱり消費生活のそのコーナーで、やっぱり今話題のいろんな悪情報とか、そういうところがやっぱり興味ありますね、はい。こういった一箇所にですね、いろいろなコーナーが集まって行われるイベントを開かれるのはどう思われますか？これはいいと思います。やっぱり普段知らないことを、やっぱり教えてもらえるっていうか、誘拐なので、それはいいと思います。雨の中での開催となった19日のいきいき小牧。それでも屋外ステージで催しは行われました。創作舞踊やダンスパフォーマンスが披露され、雨の会場を盛り上げていました。次週12月12日からの市政だよりは、小牧ちびっこ駅伝競争大会の模様をお送りします。